スラップスティックはカート・ボネガットが1976年に発表した8冊目の長編小説。サブタイトルはもう孤独じゃない。談笑形式で語られる作品で自伝的要素が強く、兄の気象学者バーナード・ボネガットも登場する。アーサー・スタンリー・ジェファソンとノーブル・ハーディの二人に捧げるとあるが、これはコメディアンコンビローレルハーディの本名である。 ある化け物のような行走の姉と弟が不豪の家に生まれた。二人はグロテスクな形態で体を密着させ合うと天才的な能力を発揮するがバラバラだと冴えない。周囲の偽善的善意のために二人は離れ離れにされてしまう。弟は医者としてまずまずの成功を収め没落しつつあるアメリカの大統領にまでなる。そして、 ミドルネームを通して無関係な人々が親類になるという政策を実行する。離れ離れの姉とその後に会ったのは3回だけだ。1回目で結合して育児の本を書いてベストセラーになり、2回目は偉大卒業パーティーの際に、そして3回目は姉の死後に特殊な装置で更新する。これはジョージ・マクガバン大統領候補の選挙キャンペーンのために、 ボネガットが考案したもの。光、島雄介、建築という対話僕は、こうして、家を作る、筑麻書房、2017年、208ページ。ISBN 七十八から四から 4, 4, 4 8 0 6 8 9 8 0一。h t t p b o o k s w o n d e r ト s h o p p r o j p スラッシュ。 嫉妬イコール8822ありがとうございます。